僕は言いましたからね、10回までだって。うるせえやろでも、もう40回分ぐらいあるから、4倍くるよ、多分。こんにちは、劇団スカッシュでーす。はーい、今日はこちらをやります。やったこれね、前からやってみたかったんですよね。そうですか。何をやるかというと、はい、今日はこちら、家庭にあるアルミホイルを使って静電気を貯めてしまおうと。どういう風にやるかというと、はい、このプラスチックのコップにアルミホイルを巻いて、こういう感じになるってことですよね。そうですね。アルミホイルをくるっと巻いて、こんな感じでしょうか。はい、このような形になります。はい、やっぱさ、電気を貯めるっていうことはさ、憧れあるじゃない。男の憧れあるでしょ。帯電したいじゃない。その体中に電気を貯めてさ、こうさ、あー、出したいってことですね。ないでしょ。憧れあるでしょ、中田さん。おい、そのサンバーライデインみたいなことがさ、できたらいいなって思ってさ、今日はまさにその日ですよ。やっぱね、男のロマンなんですよ。さあ、これでアルミの棒みたいなのを作るんですよね。はい。先になんか飲み物入れた方がいいのかな。そうですね。何飲みたいですか。麦茶ですか。そうですか、麦茶ですか。麦茶にしましょう。ありがとうございます。作ってるね、これ前川さんが、はい、もうほぼ毎日のように作ってる麦茶、米師匠の麦茶です。天然ミネラル麦茶ってことですね。さあ、このようにマドラー入れて、マドラーにこっから静電気を入れて、この中に溜めちまおうってことでしょ。そういうことです。なるほど。静電気を起こすのはこれ、はい、ショーン君の下敷き。静電気ってさ、でもどこで起こすのが正解なんだろうね。まあでも髪の毛だよ。髪の毛か。フリーズ素材あるよ。あ、やっぱり。あ、だからいや、これがいいか、メキシカンパーカーがいいか、どっちかと思ったんだけど。両方だ。それで挟もう。その時で挟もう。10回までですからね、コスティーノ。だから、そのさ、どういう意味なの？帯電させるのが10回分なのか、この擦るのが10回分。擦るのが10回です。おー、あー、ついにメキシカンパーカー。ちょっと一回立ってもらって。これ静電気起きそうだもんね。あ、匂ってますね。そうでしょ。そうでしょ。いや、フリースをこれだから 1,2,3,4,5。 あー、もうやばい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 。動いてないね。フリースたまらない。さっきのが動いてたよね、多分。やばい。メキシカンパーカーのがたまる。メキシカンパーカーのがたまる。うん、動いたね。動いた。ちょっと動きましたね。これでも今ここ触っちゃったらパチって来ちゃうってことだよね。一回ちょっと試しにやってみましょう。マドラーはこれで静電気が起きないようにこう一回外しちゃう。え、今の放電したんじゃない。今放電した。大丈夫ですかね。で、あー、そっかそっかそっか。液体の中に今電気、麦茶に、はい、電気が通ってる。そういうことです。これを乾杯とやって口にこう、おめでとうございます。液体はやばいんじゃないの。なんかわかんないけど、いや、ちょっとビビらせない。え、本当大丈夫。いや、だから10回って言って、10回でも絶対嫌だと思う。いや、ちょっと怖いわ。なにこれ。いや、僕は言いましたからね、10回までだって。うるせえやろ。10回分ぐらいあるから4倍くるよ、多分。おいしい。何も来なかったよ。何も来なかったよ。ちょっとやっぱりティッシュでやってみましょうか。塩ビ缶とティッシュなんですよね。ああ、なるほど。ただ下敷きでもできるっていうことなので、ティッシュでこれをこするってこと。そうですね。そういうイメージある。そういうイメージある。まさか失敗なんじゃない。いや、これはこれに限って失敗はさすがに。そうか、これに限って失敗ないんだ。ケンちゃんがリアクションさえすれば、前川さんが最悪、最終的にはあーって言ってた。一回これぐらいやってみよう。じゃあやってみましょう、やってみましょう。これをゆっくり溶かします。いただきます。はい。ちょっと怖くなってどう。おいしいです。全然来ないよ。あれ、まあ、空中でまず擦っていたっていうこと。だからトルクももう放電しちゃってるとか、そういうことなの。空中で擦ってるってどういうこと。左手に持ちながら右手で擦る。夜の生活ってこと。そうそうそう、左手で持ちながら右手で。そうなの、ペンちゃんは。いや、だからこれ10回繰り返さなきゃないんじゃない。なんか言ってる。
今ちょっと動きましたね。だってケンちゃんがさ、そのぐらいの細さのやつの方が得意でしょ。にゃこんな細かねえよ。何の話してんすか。雰囲気あるもん、雰囲気あるもん、ね、あ、ピクピクって動きましたね、うん、おやっぱいやだから方向性、方向性、何の話です。どうやっていこう、みんなで方向性を。今回の動画のタイトルはティッシュでこすってピクピク。いやダメだ、ダメダメダメ。もういいんじゃない、うん、はいはい、やろうよ。じゃあもう撮りましょう。お願いします。日柄もよろしいようで、はい、お得意の、おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。どう、美味しいです。うわあ、すげえ、あー静電気が。あれでちょっとやってみようよ。これあのね、電気ショックのグリップなんですよ。ああ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 ゆたいさん今何やってるんですか。電気を送ってる。いや、電気を送ってる。美味しいです。あーオクラだ。さあ、水と麦茶ではダメだったので、今ショーン君がなっちゃんをお水と変えて、なっちゃんを入れていけるのではないかということなんですけれども、もう共同で動いた動いた、これやばいぞ。いけ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 、今何時で、今何時で、今何時で、時そばの一節が出たぞ。とうとうけんちゃんから時そばの一節が出たぞ。もう結構動いてますけどね。もういいんじゃないですか。ちょっとこれでもううまくいってほしいです。でもさあダメだったら即この撮影を終わらせて、僕今すぐにお菓子屋さんに行ってきて M&M's をスプライトにかけたら色とりどりの綺麗な水ができるっていう、そっちの企画にそこで変更するんで。なんだその企画。全然面白くないです、そっちの企画は。おめでとうございます。失礼します。乾杯。めっちゃ素直になってくれ。なっちゃんです。うわー、 Okay. はい、実験が失敗してしまったということで、 M&M's で綺麗な文様を作ろうのコーナーがやってまいりました。綺麗に並べて、はい、綺麗に並べました。ここにひたひたにすると、はい、やーっとスプライト、はい、で M&M's が半分浸るぐらい、はい、これぐらいでいいと思います。これも失敗する可能性ある。あ、でもちょっともうにじみ出てきてますね。ほんとだ、早い、すごい。なんだろうこれ、なんかちょっと綺麗、ステンドグラスみたい。ありがとうございます。ステンドグラスみたいや。あー、どんどん白くてきてる。なんだこれ、すごいすごい。ちょっとタイムラプスじゃなかったな。これこっちで撮るべきでしたね。ズンズンだね、もう思ってたよりも早いな。タイムラプス10秒に設定しちゃった。やばいやばい。おー、すごい。でも本当にどんどん攻めてきてるね。え、もう全部使っちゃったのこれ。 M&M's、うん、まだあるよ。真ん中にさ、もう一個やったらさ、今度どうなの。うわー、真ん中に置いたらどうなの。いや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 、どうなんだ。これ以上この動画発展しないんだよ。やるなら今しかねえ。じゃあちょっと攻めて。やるなら今しかねえ。皆さんはこれが何に見えますか。これは花に見える方もいるでしょう。あ、俺花に見える。あ、優しい心の持ち主です。蝶に見える人はどうですか。蝶に見える人は夢見がちです。なるほど、僕は夢見がちなのですね。僕は悪魔の顔に正確に何ありそう。え、ん、もうこれはもう何も起こらない。